今日もアンパンマンのおもちゃで一緒に遊ぼうね。まずこれは何かな？メロンパンナちゃんがいるね。ロールパンナちゃんとメロンパンナちゃんがお話ししてくれてるよ。楽しいね。ここは何かな？ドキンちゃんがいるみたいだよ。楽しいね。今度はバイキンマンかな？目がぐるぐるしているよ。バイキンマンが目をぐるぐる回しているね。今度は時計のおもちゃで遊ぼうね。文字盤の周りにはアンパンマンの仲間たちがみんな描かれているね。この位置になってるのは何時だと思う？何時かな？そう、12時だね。じゃあ、短い針が一つ動いたら何時になると思う？そう、1時になるんだよ。1時になるためには長い針が一周回ると一つ進むんだよ。じゃあ今度はこれは何時だと思う？そう、おやつの時間3時だよ。それじゃあ3時のおやつにアンパンマンのチョコレートを食べようかな。入っていたのはドキンちゃんのチョコレートだよ。一緒に食べようね。今度はバイキン UFO に乗って遊ぼうね。バイキン UFO に乗ったバイキンマン、ニコニコしているね。ゆらゆらお空を飛んでいるよ。お空の先にはアンパンマンたちも一緒に飛んでいるんだよ。ここはアンパンマンのお家だよ。呼び鈴を鳴らしてみるね。ドアを開けてみようかな。アンパンマンが出てきたよ。今度は数字の勉強をするよ。これが1、ボールが1個あるんだよ。それじゃあ、こうなったらどうなると思う？これは1個2個、2個あるから、2っていう数字が書いてあるんだ。3個になると、3。4個になると、4。5個になると、5。6個になると、6。7個になると、7。8個になると、8。9個になると、9。
10個になると10になるんだよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 数を数えてお勉強したよ。最後はメーケンチーズとジャムおじさんとバタコさんと鍵盤を鳴らして一緒に遊ぼうね。今日のアンパンマンのおもちゃ、楽しかったかな？チャンネル登録して、次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは、説明欄を見てね。